はい、おはようございます。ナスカラでございます。本日はですね、珍しい商品を購入させていただきました。たくまショップさんというネット通販のサイトからね、マシマンマのセットというね、もうね、めちゃめちゃ美味しそうなセットメニューがありましたんで、そちらを購入させていただきました。で、そのセットメニューなんですけど、まずこちらスープと、まあ、豚が入っていて、それプラスこのひき肉のセットでございます。こちらの商品は名前の通りね、こうご飯にこのスープとひき肉をぶっかけるスタイルなんですけれども、公式ページの方で作り方なんかもおすすめがありましたので、このセットメニューの他にね、トッピングする食材も買ってありますので、そちらを調理しながら美味しくいただいていきます。はい、ということで、まずはね、本日のトッピングなんですけれども、ついてくるスープとひき肉の他に、こちらの刻んだ万能ネギと、プラス厚揚げを使用いたします。厚揚げはね、もうすでに油抜きをしておりますんで、あと刻むだけでございます。はい、本日のトッピングはこれだけで。で、今お湯が沸いたので、こちらのチビ寸胴でスープを温めてまいります。で、これで約10分ぐらいですね、温めてる間にご飯を盛り付けます。本日も一生ご飯炊いております。あっちあっちよいしょ。まずご飯をしっかりとちょっとほぐそう。今日はで、今日もよしよしよし、こんなもんですか。で、今ね、スープを温め待機中に、久々のキッチンからでございます。いやー、はあ、今日もうまい。はい、今ねスープが温め終わりましたんで、ミンチの方も5分ほど温めていきます。その間にスープをかけちゃおうかな。スープこんな感じ。どんどんいっちゃいましょう、どんどん。うわ、いい香りしてる。ていうか、一袋に豚がめちゃめちゃ入ってる。トッピングとかね、全然用意しなくても十分ですね。そのまんまでももう絶対うまい。食べていい？これ1枚。うまそう。うまい。うまっ。これでお酒何杯もいければ。うん。で、まず先にね、この厚揚げをざっと、ざざっとこう、乗せまして、で、ここにね、こちらのお肉さん、ひき肉のお肉さんですこれ絶対うまいもんな。これはずるいよ。お肉はこんな感じで、はいはい。で、ここにこの万能ネギをこうさささっとさららっと散らさせていただきまして、最後にこちらの卵ちゃんをほいっと、ほいっと、ってことで、よいしょ、マシマンマ完成いたしましたので、向こうの部屋で食べていきます。ということで、今ね、マシマンマ完成して、こちらの部屋に移ってまいりました。もうね、香りで勝ち確定でございます、これは。絶対うまいもん。よし、そしたら早速いただいていきます。いただきます。まずご飯とスープだけで、ちょっとひき肉なしな感じで。まあ、こんな感じですよね、見た目は。これ、うんめ。いやね、これはずるいよ。うめえ。
スープ自体はね、いわゆる二郎系の微乳化ぐらい、ちょっと乳化してて甘みもあるんですけれども、豚だしの感じっていうのは思ったよりもスープ自体には詰まりすぎてないの。だからね、これがめちゃめちゃちょうどいい。ご飯でさらっといく、それこそその猫まんまじゃないですけど、そのまんま系で食べるんだったらこれぐらいの濃度とか塩分がちょうどいい。めっちゃうまいな。うん、締めのご飯とかそんな感じだったらこれ最高にうまい。ちょっとひき肉も混ぜて、なるほどね。スープだけだと締めに最適って言ったんですけど、このひき肉が加わることによって味もね、香りも2段階も3段階もあって、合わせるとやっぱりこれじゃなきゃダメみたいな、もうこれが一品って感じですね。締めとかじゃない、もう超メイン。そしたら豚肉、これいきましょうよ。豚肉、豚肉はこんな感じでございます。プリンプリンってした油とこのギュッてした赤身、もうね、決して硬くはないんだけどちゃんと肉肉しさがあって、めちゃめちゃ美味しいチャーシューですね。まあこれいくらでも食べれちゃうわ。ちょっとネギを追加で、追加してちょっと生卵いけた。うん、いや、うまっ。うめ、その二郎系の味わいと台湾混ぜそばとか、その2種類のいいところをつまんでもう合わせたような感じ。美味しくないわけがない。さっきね、ちょっと溢れそうだったんでスープね余らせてたんですけど、だいぶ隙間が空いてきたので追加でスープ入れちゃいます。うん、でここに台湾まぜそばも二郎系もね、合わないわけがない。ニンニクちゃんを。絶対うまいもん。一回ね、ここで溶いて。うわ、このゾーンうまそう。うめえ。まあこれね、好みにはよると思うんですけど、一品として食べるんだったら汁だくの方が味もね、濃いめになってちょうどいいと思います。ただ締めとして食べるのであれば少しね、少なめにして白飯の部分が残ってるぐらいの方がちょうどいいと思いますね。まあ、そのあたりは好みに合わせて調理してください。ちょっと味変にまずこちらの一味を振りかけていきます。いい、やった。やっぱ唐辛子合うね。二郎系食べるときとかでもね、僕卵に唐辛子入れたりとかして好きなトッピングなんで、これは間違いなく美味しいです。そろそろこちらも出動させていただきます。はい。
次にこちらの黒胡椒も、いやよいしょよいしょ、はい、うん、動画でね、こういう黒胡椒を入れると二郎系のメニューとかに黒胡椒って合うんですかって結構コメントで言われたりするんですけど、乳化非乳化とかでねちょっと違うんですが、豚ステーキとかに黒胡椒と焦がし醤油をかけたみたいな想像してもらえればまあまあわかりやすいと思うんですよ。実はその豚との相性って黒胡椒めちゃめちゃ、え、帰ってきた号泣はいはいはいと今落ち着いたので戻ってまいりました。何の話したっけ。黒胡椒の話した気はするんだけど、どこまで何を話したか思い出せません。まあいっかよいしょ。お肉と、うん、ビールと、めちゃめちゃ合う。うめ。そしたら続いてこちらのごま油を。まあ、これにね、あの白ごまとかがあればもう100点だった、うん、ちょっと最後の味変にマヨネーズ、マヨネーズこれいいんじゃないの、これブラックペッパー、ちょっとこんな感じでいかがでしょうか。でも一つだけ言うとね、まあまあお腹いっぱい。ちょっと休憩がてら甘いもの摂取で、うん、うん、気分転換にはなりますけど、やっぱね炭酸はお腹いっぱいになる。うん、うん、はあ、ごちそうさまでした。はい、ってことでね、今ねマシマンマ完食いたしました。ジャンクの塊みたいなね、こうガツンとパワーのある一杯なんですけど、今までねこういうメニューはなかなかなかったので、めちゃめちゃね斬新で面白い一品でした。こちらのマシマンマの販売ショップや講師のね作り方なんかは YouTube にも記載がございます。こちらもね概要欄の方に URL を記載しておきますので、ぜひね気になった方はご覧ください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。